Mag Cafe and Garden presents Stecky Style.時刻は3時になりました。マグカフェアットガーデンのキロです。皆さんこんにちは。どうですか、コロナ増えてきちゃいましたよね。沖縄もね、各有私もですね、実は東京の方でかかりまして、今日は今ホテルの療養先から配信しています。皆さんも体くれぐれも大事にしましょうね。さあ今日も楽しい番組にしていきたいと思います。まずはこのコーナーです。ザ・ボイス・フロム、今日は東京渋谷です。かなちゃんよろしくお願いします。キロさんこんばんは、いつもお世話になっております。そしてギノワン FM をお聞きの皆様、はじめまして、私パンダ鉛筆お笑いコンビの田上かなでございます。本日はですね、コンビなんですけれども、私だけが、こちら話をしているんですけれども、はい、なぜかと言いますとですね、私キロさんとですね一緒に渋谷のコミュニティ FM で番組を一緒にやらせていただいているご縁で、今このような形で喋ってるんですけれども、はい、渋谷クロス FM というところで番組をしていてですね、まあ毎回毎回渋谷に降りるんですけれども、渋谷って面白いんですよ。それが何がっていう風に思うかもしれないんですけど、とにかく今都市開発がすごすぎてですね、降りるとまあ毎回風情が変わってるという、そんな状況でございまして、宮下パークはじめ、渋地下という形で地下にお店がたくさんある、まあ地下街みたいなものがあったりだとか、本当にアーティスティックなものも最近増えてきていたりだとか、あれなんですよ、毎回こう光絵かな、光絵がすごくこうアートっぽい感じになっていたりとか、なんだか話をこういろんな方にしてたりとか、見たりするとこう未来都市みたいなのを考えて開発をしているということで、まあ、目が離せないなと思うんですけれども、そのおかげでですね、まあ毎回毎回使ってるというのに、どこに降りたら何線に行くんだっていうのがですね、未だにちょっと不安になるっていうのも、まあ懸念点だったりするんですけど、まあ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 、それはさておき、はい。で、まあそんな、渋谷でやっております、渋谷クロス FM でキロさんと一緒にやっております、ジェントルナイトという番組が、毎月第2木曜日、22時から22時50分でやっております。メインパーソナリティは、飯島玄さんこと玄さんでございまして、芸術だったりだとかスポーツだったり、はたまた国際的なことだったりとか、なんかとっても面白い番組となっておりますっていうこと、自分で面白いっていうのもなんなんですけれどもはい。そして、私田上かなはそのジェントルナイトの中で、15分ぐらいの、コーナーを持たせていただいております。はい、気になるよという方はですね、もう一度繰り返しますが、毎月木曜日、第2木曜日、22時から22時50分でございます。渋谷クロス FM、ぜひチェックしていただければと思います。キロさんこれからもよろしくお願いします。そして番組を盛り上げていきましょう。キノアンの皆様もぜひぜひ、何か接点があったら嬉しいです。ではでは、またいやー、そうなのよね、渋谷がね、まだもう出たら出口わからんみたいに私もなるなかなちゃんありがとうございました。さて今日のスペシャルインタビューのコーナーは、なんとアニメーション監督の春日森春樹さんです。私が大好きな監督さんなんですが、インターネットでつないでお話を伺いました。聞いてください、どうぞ。マグカフェアットガーデン素敵スタイル、今日はアニメ監督の春日森さんに来ていただきました。パチパチ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもどうも、今日はリモートでありがとうございます。こちらこそありがとうございます。忙しいのにすみませぬ、そんなアニメ監督っていうか、もうね、まずアニメ監督っていうのが素敵じゃんって私は思ったりしたわ。あ、そうですか。いや、なりたくなかなか地味な地味なの？地味なお仕事ですからね、はい。なかなか最近なりたい人がいるっていうのを
よく知らなかったのでなるほど、はい、巷で聞かないですか、ね、聞かないですね。いると思うけどな、はい、ちなみにね、春日森さんはあの一番新しいとこだとドラゴン家を買うの監督さんです。イエーイ、はい、ありがとうございます。どう、大変じゃないですかあれ作るの。結構大変ですね。30分12本のワンクールでしたけれども、その3ヶ月で放送するのを作るのに 2年半ぐらいかかってましたからね。へえ、それはいやめっちゃ長いやんって私は勝手に思うけど、普通のアニメと比べたらどれぐらい、同じぐらい大変。まあ、でも同じぐらいですね。大体その3ヶ月作るのに2年半、まあ2年か、本当に早いのだと1年半とかになりますけれども、まあ、1年半とかは本当特貫工事みたいな感じになるので、まあ2年から2年半が最近の普通の長さかなっていう感じですね。へえ、なるほどね、すごいね。そんなすごい監督さんとなぜキロは知り合いかっていうと、これのきっかけ一応話しとこうみたいな春日森さんとの出会いは何だったっけね、はい、かれこれ10年前ですね。もう何10年かそんなに経ちますね。なかなかなんていうの、普通じゃない出会い方っていうんですかね。本当ですね。あれ現地であったんですよね。私多分一人で現地に行ってるから。そうです、そうです、そうです。共通の知り合いというか、まあ、僕の師匠みたいなものですけど、方ですけれども、大地秋太郎監督っていうアニメ監督がおりまして、で代表作だとおじゃる丸とか、うん、そうですね、すごいよ、かっこかわいい制限、かっこかわいい制限、あと最近だとコナンの悪役が主人公の半沢さんっていうのをやってますけれども、あの監督さんと仲良くしておりまして、その監督さんが京都で渦政の時代村で撮影というか CM をちょっと撮影をするということで、僕とキロちゃんがそうそう、エキストラとして、そうそうそう、来るんだったらいいよみたいな、参加できるよみたいになって、うん、ちょっと行ってみたいですなんて言って、私もうずまさい、うん、初めて行ったら、はい、春日森さんがいらっしゃったみたいなね。そうですね、キロちゃん町娘でしたよね。そう、黄色いのかけてねやってます。美しい黄色い着物でございました。そうそうそう、で僕はなんか頭巾かぶって、なんだろうな、あれ侍かな、侍かな、なんかね、うん、なんですけど、普通にメガネかけたまま撮影してました。いるいるいる、ああいう、はい、あれからなんか、例えば阿佐ヶ谷でなんだろう、大地さんとかとね、うん、春日森さんがトークショーやったりするときに遊び、そうですね、はいはいはい、毎年ね、クリスマスに大地さんと、あとマンキューさんっていう、隅っこ暮らしの劇場版やった監督さんと3人でね、9年間毎年クリスマスにイベントをやるっていうのをやってまして、もう割と長かったので、長かったんですよ。まあ去年、一昨年かな、一昨年3年前か、3年前最後にね、終わっちゃったんですけども、はい、いやあれも面白かったですね。面白かったね、はい、あと私のライブにね、春日森さんが来てくれたりなんて、すごいありがたい感じです、楽しませていただいてます。いります、はい、まあそんな感じですが、なんかこんな本若系のアニメ監督キャラなんですが、アニメ監督ってみんなこう春日森さんみたいにほんわりしてるんですか？どうですかね、厳しい人はね、よく宮崎駿さんとか、ガンダムの富野由悠季さんみたいな、すごくもうスタッフに叱りつけてガンガンやる人とかっていうのもいるので熱血もいるんだ。そうですね、もう本当に三者三様という感じですね。もう気難しい方もいますし、僕なんかは結構はい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 で扱いやすいのか扱いにくいのか分かんないですけど面白い、自分じゃね、分かんないですからね、これは。そうだね、そんなアニメ監督じゃいろんな人がいるってことだけど、どんなことをやるお仕事なんですか？なんて言うんでしょうね、まあ、絵を描く方はアニメーターさんがいますし、まあそうですね、まあ、多分その監督って言われても分からない方いっぱいいると思うんですけど、そうだ、私のアニメって大きな作品だと、もう一つの作品につき100人以上、もう下手したら劇場版とかだと1000人ぐらいの人が関わってくるので、例えばすごく分かりやすいのは建築でビルを建てるじゃないですか。
ビルを建てるときに現場監督っているじゃないですか、うんうん、あんな感じでその職人さんに全て、出来上がりを想像できる人として全部指示を出すっていうのが監督の仕事っていうと分かりやすいのかなっていうふうに思いますね。なるほどね、現場監督分かりやすいですね、常にこうあの足場の人も含めて上の建築家等のやり取りもし、はい、現場のこう組み立ててる人ともやり取りをして そっちじゃないよとかやってそう、アニメでね。アニメも本当にね、いろいろ役職がありまして、あの絵をキャラクターの絵一つ描くだけでもあのレイアウトっていうのがあって、原画っていうのがあって、作画監督、総作画監督、あとそれを動画っていうのに起こして、で色を塗る人がまた別で仕上げさんっていうんですけど、で、まあ、そのキャラクターを描くのと別に背景を描く人がいて、で背景とそのキャラクターを合わせる撮影さんっていうのがいて、でそこからまた編集をする編集さんがいて、でこれとはまた別に音響をやる、声優さんはもちろんミキサーさんで音響監督さんっていうのがいたりするんですよね。もうそれだけでも結構いっぱいいますけど、それにまあもっともっと CG も入ったり、それ以外 そのプロップとか、はいはい、あのまあ、プロップっていうのは小道具ですね。あとはまあそうですね、なんか、まあ、本当にそのぐらい、あのすごいいろんな役職があるので、それをやっぱり束ねるというか、クリエイティブな部分で束ねる仕事っていうのが監督っていう立場なのかなというふうに思ってます。へえ、一番大変な工程って監督の中ではどの部分になるんですか、まあ、どんな工程があるのっていうのは今ざっくり教えてもらったとして、はい、まあ本当にあの監督によって得意不得意あると思うんですけど、僕がやっぱりいつも大変だなと思うのが、その一つの30分のアニメって1話につき大体300カットぐらいあるんですけど、それが12話、まあ13話になると思ったんですけど、まあ12話だとして3600カット、そのカット全部チェックしなくちゃいけないんですね。でチェックするのもまあ背景とそのキャラクター、さっき言ったキャラクターっていうのは別にチェックしますし、キャラクターをチェックするときもレイアウトっていうところをチェックしてるときに大体鉛筆のラフな線しかないんですけれども、それをなんか見ながら出来上がりを全部想像しながらチェックするので、それがねやっぱりきついですね。でそこでチェックし漏れたものは後からリテイクはできるんですけど、やっぱりなんて言うんでしょうね、一回監督が OK 出してるのでリテイクをそう簡単に出すとすごいスタッフに怒られる。 OK したじゃん、OK したじゃんって、なんだ、いやこっちは想像しかできてないのに出来上がりに見てないのに、この線こういう意味なのみたいな、そうこれこうなるってことなのみたいな、ありますね。ちなみに分かりやすいところのドヒャーはどういうものですか。全然放送に上がる前に直せたので全然いいんですけど、影が違ったりとかそういうこと。ああそうですね、例えばそうですね、なんだろうな、まあ、あのキャラクターが主人公だと思って、まあ、後ろ姿だったから、まあ、主人公だと思って、OK 出したら出来上がったものに色ついてて全く脇役の別人の色がついてるとか、結構そういうことは人違うやんっていう、ありがちですね、まあ、そうならないように、本当にチェックしてる時点でこれは主人公ですよみたいなことは書かなきゃいけないんですけどね。でもやっぱりアニメの仕事って時間がないので全部いちいちね言えないですよね。あとはですね、その背景さんって結構その美術監督さんっていうのがまたいるんですけれども、現場監督が大工さんの親方にお願いするのと同じように、やっぱりね言葉遣いをちゃんとしないと、へそ曲げたり怒られたりいつかやっぱありましたね。そのすごく忙しい時にちょっと言い方というか、まあ上がってきた絵に対してまあ手書きでガーッとここの直してくださいっていうのを出すんですけど、言い方がなっとらんということでそもそもね受けてもらえなかったんだ。メールの書き方一つでも大変ってこと。そうですね、それがめんどくさいの極みですね、はい、まあねすごいね、じゃああれだね、この業界もし目指す人がいたら、メールの文面は丁寧に書けるに越したことないよってことかなそうですね、やっぱり社会性っていうのは大事かなと思いますね先輩、しくじり先輩ありがとうございますちなみに逆にいいことは、なんかアニメ監督やっててよかった醍醐味かな。じゃあ醍醐味、まあなんて言うんでしょうね、
やっぱり、まあ、いろんな方同じこと言うんですけど、やっぱ声優さんが声を当てた時に、あの今まで A だったものになんか人間性というか生命宿るので、その瞬間やっぱり楽しいですね。はい、特にその僕が自分で考えていた通りの演技をしてくれるのもすごく嬉しいんですけども、なんかそれを超えてくる演技された時におーっていうなんかすごい嬉しさが湧き上がりますね。すごい。ちなみに言える範囲でだけど、おーって思った、シーンはどんなシーンで誰がやったとか覚えてます？そうですね、ちょっと、まあこれもちょっとすみません、具体的にはちょっと今すぐには思い出せないんですけど、結構僕、声優さんに収録の前にお送りする VTR に自分でガイドとして声を当てたものをお送りするんですけれども、ギャグシーンとかなんかいろいろ自分なりのテンポ感で入れるんですけども、ツッコミとか、あとアドリブでそのネタにこう一味つけて面白くしてくれた時はやっぱりすごいなって思いますね。そうだね、自分でガイド入れてると確かにこれと違うものを出してきた時のびっくり感はありますね。ありますね。かっこいい、面白い、ありがとうございます。じゃあちなみに春日森さんは監督にも目指して仮特になりたくてこの業界にいらっしゃったんですか？いや、実は全然そうではなくてですね本当にそのもともと新卒で入ったところは CM の制作会社で、本当は CM プランナーになりたかったんですよ、最初は。CM プランナーだと例えばどんな CM やりたかったんですか？佐藤正弘さんっていうCM プランナーがおりまして、一番有名なピタゴラスイッチって NHK の、あれを作った方なんですけど、もともとあの方は電通で CM プランナーやってた方で、ポリンキーとか、JR の CM とか、すごく有名な作品作ってたんですけれども、その方みたいになりたくて、CM プランナーを目指してたっていうところですね。じゃあアニメーションじゃなかったんだ。そうなんですよ。だから最初はそうですね、サントリーの子会社のサンアドって会社にいたんですけれども、そこ行ってもう全部実写ですね。当時だったなどでまだフィルムの、カメラを回して映画のように、36ミリフィルムを回して、撮ってましたね。すごい。辛かったんじゃないの、広告業界。とても辛かったです、ね、とても辛いやつだよね確かに全く、それもクリエイティブな役職ではなくて、制作進行、プロダクションマネージャーって言うんですけど、 CM の世界では、いわゆる、プロのパシリですね。パシリ、テレビ業界で言ったらAD ですね。あれな感じでAD プラスなんていうのかな、AD って撮影現場のことしかしないですけど、それ以外 その、ロケの手配とか、弁当の手配とか、ああいうのも全部やるような、仕事でしたね。だからほぼほぼ、特に僕氷河期世代なので、ブラック企業を乱立しているようなブラックがまだブラックだった頃ね。はい、ブラックだった頃だったので結構もう3ヶ月家帰れないみたいなのはありましたね。いいね、3ヶ月やばい ねそうですね、でも3年頑張って、すごい偉い、石の上にもね、さすがじゃん。たんですけどただその辞める理由もですね、僕もともと京都の大学に入ってまして、で大学院の1回生の時に、全部単位取って、で2回生でちょっと氷河期で就職大変だったので、京都にちはちょっと就職活動にままならないと思って、で東京に移り住んで就職活動しながら修士論文を書いてたんですね。でもそんな大変な会社に入っちゃったんで、修士論文書いたはいいんですけど、教授にこんなのじゃ修士は出せないねっていうような、ダメを突きつけられまして、でそこで休学をして3年間、でそこで休学3年しかできないので、会社辞めるか、大学院に戻って、修士論文書き上げるかっていう選択に迫られたので、じゃあ
僕ちょっとその、まあ、CM の世界じゃちょっとやっていけないのでっていうのもあって、大学に戻って、で修士論文書きつつも趣味でその時にフラッシュアニメっていう、まあ、一人でも作れる、アニメソフトが あるっていうことを知り、で趣味でもフラッシュアニメを作り始めたんですね。でその時にちょっとアニメの面白さとか、まあ、もともと人を楽しませたり舞台立って、人を笑わせるみたいなことは好きだったので、アニメ作って人を笑わせるっていうのもありじゃんと思ってやってたら、はあ、それをネットに上げたり、あとイベントとかで発表してるうちに、そのある猫ラーメンっていう作品を作るプロデューサーさんが僕に声をかけてくれて、そこから、まあ、テレビデビュー。あらすごい、はい、ちなみにちょっと調べたけど、ネコラーメンから数えると15周年じゃない、はい、そうですね、すごい15周年デビュー、監督アニメ業界業、うん、であれか、会社修士論文書き上げて、あ、そうですね、あの会社へ、あの DLE という会社に、はい、入って、その時そう秘密結社鷹の爪っていう作品がフラッシュで作られてたんですけれども、まあ普通フラッシュアニメって正直あんまりこうなんていうかクオリティは高くないので、まあネットで配信するのが普通だったんですけども、まあその当時 YouTube もなかったのでね、自分のホームページに上げるっていう作り方だったんですけど、秘密結社鷹の爪がそんなフラッシュアニメを劇場版でやるっていうだったんで、なんて無謀なんだろうとこれは面白そうなことをやるなということで、ね、まあその時じゃあせっかくだから、まあフラッシュアニメプロでやっていこうと思ってそこに入って、ですごかったですね、6人ぐらいで劇場版90分を半年もかかんなかったです5ヶ月か、でも実質その作品だけに時間割いてたの3ヶ月ぐらいで、すごいダッシュダッシュですね、テレビシリーズもやってたのでそれもやりながらで、半年で、3ヶ月で劇場版作るみたいな感じでしたね、はい、そこでは笠森さんは鷹の爪では何係だったんですか？その時アニメーターですね、完全に絵を作ってましたね、はい、あ、フラッシュアニメなのでも背景もキャラクターも全部、まあ、それぞれ面全部なんか分かれてないですね。そうだね、フラッシュアニメはそうだね、背景とか分業されてないよね、確かに。そうなんですよ、はい、あ、すごいね、あれも面白い仕組みだよね本当にね。だから逆に言うと僕今フラッシュアニメから入って、その普通の、まあ、今でもアニメって紙と鉛筆で描かれたりするんですけど、もう普通のこの伝統的な作り方のアニメに入った時にこんなに分業されてるんだっていうことと、はい、大きな声では言えないんですけど、すっごい効率悪いなっていう。なるほどね人が関わってるだけにね。そうなんですよ、6人とは違うよね、確かに、ね、6人で劇場版って普通作らない作らなかった、じゃあそんな今そのいわゆるなんだろう本場のアニメ業界にいらっしゃる春日森さんとしては、その例えばそういうなんか長くやってる、はい、もう15年もやってるのにはなんかコツがあるんじゃないかなと思うんだが、はい、いや、やめなかった理由っていうのは、もともとその最初の10年に関してはやっぱアニメ作るのが死ぬほど好きだったので、うん、もう本当にただただ好きでやり続けたっていう感じですね。ただやっぱり10年経ってみてそれだけのモチベーションじゃ続かないとか、まあいろんなスタッフと一緒にやるっていうことで、そのアニメを作るっていうだけじゃない能力っていうのが必要になってきた時に、やっぱりなんか、続けるためには一番大事なのはモチベーションをキープするっていうことなんですけれども、なんか卵が先か鶏が先かみたいな話になっちゃって申し訳ないんですが、やっぱり好きでやれる時ってもう体壊そうが飯食わないだろうが寝ないだろうがやっていける、やれる、それができないとなった時に一番大事なのはやっぱりちゃんと寝るとか大事ちゃんと食べるとか、それがなんだろうな、モチベーション、もともとアニメ作るっていう仕事自体はつまらない仕事ではないはずなので、結構基本的なことを続けていく、自分の体を一番大事にするっていうことを続けていくっていうことが続けるために必要なことになるのかなというふうには
すごい思いますね。はい、はい、ということで続き楽しみでしょ。あのね、来週も春日森さんには出ていただきますので、トーク楽しみに待っててくださいね。エンディングです。マグカフェアットガーデンキロとして活動してるんですけれども、ツイッターの方とかインスタいろいろやってます。 MAGCAFE マグカフェで検索してぜひアクセスしていただけたら嬉しいなと思います。そしてね、素敵スタイル、この番組名のハッシュタグをつけてつぶやいてくれても嬉しいです。いやー、本当にコロナが猛威を振るってます。皆さん手洗いうがい、そして熱中症もあるでしょう。だから水とか水分しっかりとって身を守っていきましょうね。ちょっと気を確かになんて、まずは私がねちゃんと直すことが大事かなと思います。うまくいけばこの番組が放送されている時にあのホテルから対処する予定になってますけれども、また来週お会いできればなって思います。それでは皆さん来週までお元気で。マグカフェアットガーデンのキロでした。